李工省狙撃事件は、1895年3月24日、日清戦争の講和交渉を行うために、日本の山口県赤、関市を訪れていた、新国の直令総督、北洋大臣にして、内閣大学史指揮であった、交渉前県大臣李工省が、同地において、日本人青年、小山豊太郎によって狙撃され、重傷を負った、暗殺未遂事件。 講和交渉中の出来事であったため、下関条約の内容や調印時期等にも影響を与えた。1895年3月19日、日清戦争後の下関講和会議に出席するために、ドイツ戦で天心を発した全県大臣李工賞とその意で養子の李系法は、固定カオルラズウィーン125名と共に、福岡県文事港に到着した。 73歳の利交渉が外国を訪問したのは、これが初めてであり、そのことは欧米のメディアでも大きく報じられた。翌3月20日、施設団は対岸の本州赤間関に上陸し、同地の両帝富士の楼において、日本側全県の伊藤博文内閣総理大臣、及びむ宗むね外務大臣との間で、全県委任状を持っていることを互いに確認し、講和交渉が始まった。 前回の広島での講和交渉では日本側は申告施設の持参した委任状を問題視したのであったが、これは国際的にはむしろ不評を買っていた。広島での申告施設が全権委任を証明するのに瑕疵があったのは確かではあるがアヘン戦争以来、申告が外国と結んだ膨大な数の条約にはそのような事例は数多くあり、 また、施設の資格が問題になることは極めて稀であって、諸外国からは日本側が露骨に交渉を引き延ばし、その間に軍事行動を展開していると見られたからであった。講和のための施設を大本営のある広島に呼びつける形にしたことを日本の傲慢と捉える向きもあったのである。李工省らは階段が済めば船に帰って戦中パクすることとなっていたが、 日本側は、それでは不便であろうと気を使い、赤間関の浄土囚人、カンカメ山陰雪寺を一行の宿舎に供した。講和会議の会場となった、春藩道春藩道での条約交渉は、前後7回に及んでいるが、20日の第1回交渉で、李交渉は、日本の近代化の進展を高く評価し、その指導者としての伊藤博文の実績を称賛し、今時の日清戦で、 新国が長い間の名簿を日本によって破られたことに感謝すると述べた上で、今後は西洋列強の圧力に対し、日清両国は兄弟のごとく連携しなければならないと語るなど、終始和やかな様子で交渉が始まった。むつむねは理交渉の印象として、権権録に古希以上の老齢に似ず、要望会言語総会で人を圧迫するに足りるものがあり、さすがに、 深刻統制の一人物に恥ずと記している。ここで道の区は、時間はたっぷりあるのでゆっくりと話し合おうと、深刻側に呼びかけた。しかし、本人は内心ヨーロッパ諸国の干渉が気がかりで、実は一刻も早い講和成立を願っていた。李工省が列強の干渉の動きに気づけば、交渉を引き延ばしにかかったり、 あるいは打ち切って、深刻に引き上げてしまうことも考えられたので、決して急いではいないというポーズをあえて取ったのである。李交賞は第1回目の交渉で、日清間の休戦を強く望んだ。日本側は3月21日の第2回交渉で、休戦のための4条件を提示したが、これは、王孔、天津、 山海間の保証占領などを含んでおり、新国にとってあまりに過酷なものだったため、理工省は前日の休戦申し入れを撤回した。日本はこれに対し、講和条件を占議する件について、新国側に3日間の猶予を与えた。理工省3月24日、第3回交渉が開かれ、新国側は休戦を諦めて、講和条約の締結を望むと返答した。その日、 日本は、正松宮秋人新郎を精神大総督に任じたが、会談自体は早く終わって、道のくと理慶法の事務的な打ち合わせがなされるだけとなった。道のくと理慶法は、自席全権同士で、理慶法は、中日公使を務めた経験があり、日本語も流暢で、道のくとは、以前より面識があったので、理慶法のみ残って、理工省と、随院一行は、 宿舎の隣接寺に帰ることとなった。随員たちは人力車で帰り、李光省は古に乗って移動した。古は、4人が肩に担いで歩き進むタイプの権威で、深刻から持参したものであった。古の本体には四方にガラス窓がついていたが、李光省は、それを開け放しにしていた。ところが、隣接寺までもう少しという外ヶ浜町の角で古に乗っていた李光省が、 講和に反対する一青年により、ピストルで近距離から狙撃される事件が起こったのである。この青年は、理工省こそ東洋に正義をなさんとする日本を邪魔する元凶であると考えた自由党の創始、小山豊太郎であった。犯人はその場で警察官と憲兵に取り押さえられた。李工省は一命を取り留めたものの、左眼下下に重傷を負った。銃弾は一旦、 李光章のかけていた金縁の眼鏡に当たり、レンズは砕けていた。李光章はすぐに隕接時に担ぎ込まれ、チョイスに横たえられて、中国人イシリン・レン・アキラより、救急治療が施された。犯人、小山とヨタロウの父は、群馬県の県会議員を務めたこともある名簿家で、とヨタロウは、慶応義塾を退学した後、上刀館という右翼団体に加入していた。 犯行の動機は、取り調べによると、今、講話を結べば、新国は、必ずや再起して、日本にあだなす存在になるだろうと考えて、講話を妨害したのであった。ナショナリズムの空回りという見方もあるが、講話を妨害して、戦果を拡大することを狙ったものとする見方もある。一方を受けた、李警報はすぐに隣接時に戻り、道の区外省は、早急に、伊藤首相に連絡して、 伊藤首相、道の区外省、伊藤美代治内閣初期官庁の三人が連れ立って、急いで見舞いに出向いた。その時李公省は、このようなことは、多少、覚悟してきましたよと語ったと言われている。日本では4年前の1891年、来日していた、ロシアの皇太子ニコライに、日本人警官が抜刀して切りつける、大津事件が起こっていた。日本にとって、 下関講和会議は戦争を続けながら交渉するという極めて有利な状況下での会議であったがこの事件はそうした両国の力関係を一挙に覆しかねない出来事であった会議は一時中断を余儀なくされたこの事件に対し明治天皇は直ちに象徴を発して遺憾の意を表した当時の日本国民の多くは通貫あるいは狼狽し 全国から個人、団体を問わず、電報や郵便で見舞いの意を表し、各種の贈り物を届けた。真の交渉団の宿には、群衆史を成すと形容されるほどの人が集まり、日本国民全体が理に同情した。また、それまで李交渉に悪口増減を吐いていた人士も、 この事件以来しきりに美辞を並べて、功績を称賛するなどの表現ぶりを示した。これに対し、むつは、権権録に以下のように記して、日本人の軽薄さに苦言を呈し、不甲斐なさを外端している。その妹より美しといえども大音に外面を、噴飾するに急なるより、現行あるいは虚偽にわたり、中央を失うものも、またこれなしとせず。昨日まで、 戦勝の熱に浮かされ、狂気を極めたる社会はあたかも芋の卑怯に、陥りたるがごとく、人情の反復、波乱に似たるは是非なき次第とはいえ、少しく意外なきに驚かざるを得ず。純粋な法理論からすれば、道の句が、権限独に記しているように、今回の事変は全く一個教官の在業に出で、我が政府も国民も元より南東の関繋なぎなき、異なれば、 外犯罪人に対し相当の刑罰を買うれば、こうもその他に責任を及ぼすのりなしと論じることは可能であった。ただし、現実にはなかなかそう簡単に割り切れるものでもなかった。李工省に包帯を貸しした、証券公合日本政府は、陸軍,軍医総監、石黒忠則、佐藤進の両博士のほか、高田博士、中浜博士ら名だたる専門医を下関に派遣し、 また、フランス公使館付けの医師、ズバススも招かれた。天皇と証券皇后は、理交渉見舞いのために、自重部官の中村里氏を派遣し、特に皇后は、女性の包帯を届けている。原安太郎山口県知事はその攻めを負って、知事を辞任し、山口県警察部の後藤松義郎も、また部長職を解任された。日本側は、あらゆる手段を講じて、 国際世論からの非難を交わそうと尽力したが、李交省もまたしたたかで、自身に起こった不幸を新国にとっての幸福に転換させようと努めたのであった。この事件により、李交省が交渉の席を蹴って帰国する恐れがないわけではなかった。生まれて初めて行く外国が日本で、その日本でテロ事件が発生したのである。講和交渉の施設に危害を加えるような国で、 交渉継続は無理であるという説明は、世界中の人々を納得せしむるものであり、継戦は可能であるとはいえ、その場合であっても、世界は、日本の戦争を、不義の戦いと見るであろうことが予想された。また、小松宮率いる、精神軍が出征すれば、今度は、日本国内を防衛する兵士が不在となり、このことは、各国の講師が、本国に報告していた。 この時、日本は他国の干渉に最も脆弱な状態にあったのである。上述した道の区の見解、すなわち国内法によって処罰すれば、それで済む話ではないかという見解は、明らかに4年前の大津事件から教訓を得たものであった。大津事件が起こった際には、その道の区でさえ外交上の困難に対する恐れから非合法にでも、 犯人津田三蔵を始末せよとの暴論を展開していた。それからすれば、ここでの道のわは至って沈着冷静であり、さらに踏み込んで、大津事件の時もロシア皇帝はそれを材料に、本当は日本との間で何らかの取引をしたかったのではないかということを思い起こしたのである。現下、李工省も当然そう考えるであろうことは容易に察せられたし、それがまた、 第三国からの干渉を呼び込むであろうことは必死であった。むつむねみつ戦勝国民が講和施設を殺害しようとする不祥事に各国の同情も深刻に集まり必ずや第三国の干渉を招く事態になると考えた道ちの区外省は即座に手を打ち十分に礼を尽くして深刻に実質的な利益を与え講和交渉を継続してもらわなければならないと 判断した。そして、帰戦を制して、清志にとって有利なはずの休戦を、日本側のリーダーシップによって、一刻も早く実現すべきことを、伊藤博文首相に訴えた。日本の警察の不手際によって、講和の進展を妨げた、期間、戦争を遂行したのでは、日本は、道義にかける、非文明国との楽輪を押されることも考えられたので、ある。 伊藤もこれには賛成したが、停戦については、軍部の意向を伺わなければならない。下関から広島に連邦を打って確かめると、大本営や閣僚の間では、休戦反対が優勢であった。道の区の判断では、ここで2週間、ないし3週間の休戦に入り、その後、戦闘を再開するとしても、さほど戦機を誤ることはないはずであり、彼にとっては、 少しでも早く講話を結ぶことこそが史上命題なのであった。伊藤は道の区の意向を受けて広島に赴き単身で各大臣の説得に努めた。伊藤博文は3月26日の文部重臣会議において以下のような趣旨の演説をしている。今まで我が国は日清間のことは日清両国で決定すると言って他国の妖怪を許さず、新国が 外国に収束しても外国に干渉の口実を与えなかった。しかし、新国はここでまたとない口実を得た。李工省が直ちに帰国して各国に対して日本の希望に沿ってわざわざ日本にまで赴いたのに危害を加えられるようでは、日本は口では文明というが到底話し合いの相手にはできないと訴えれば、 各国は同情し、袖を連ねて干渉する口実を得て、形勢は一転して、日本にとって不利となろう。前後策としては、会談を継続するほかはない。そのためには、直ちに無条件休戦を許すべきである。伊藤博文こうして、伊藤は、反対する軍部を数日間でまとめ、かなり早い段階で、休戦方針を、清志川に伝え、離交渉狙撃事件のダメージを、 最小限にとどめることに成功した。とはいえ、軍は無条件停戦に対しては、頑強に反対した。伊藤は天皇をも動かして3月27日に、休戦の直去を得ており、また、3万のロシア軍が、新国の北方に移動するという軍事情報が入った、ことで、山形ありともらもようやく休戦に同意した。李工省は、銃弾適室手術を断って、 交渉継続の意思を示した。急戦を望む西大公の意を受けた、理交渉は、時間の浪費は許されないと考え、交渉終了後に手術することとしたのであった。もし、理交渉が、ロシア軍が動いていることを知っていたならば、手術を理由に交渉を引き延ばすことも考えられた。むつ宗光は天皇による、 急戦の直径条約文に作り上げて3月28日に李工省の病床を訪問しその草案を折に示した李工省は道のくの話を聞いて包帯の中からわずかに見える右の目に歓喜の表情を浮かべ病床からであってもすぐに交渉を再開してよいと述べたそして道のくの示した台湾方コレットをおよびその付近において 交戦に従事するところの遠征軍を除くほかという文面に対して訂正を求め、日本側は日清両帝国政府は西京省、直令省、山東省地方にありて、下に帰するところの上項に受皮両国海陸軍の休戦を約すという文面への変更に応じて両者が合意に達し、3月30日、休戦条約が締結され、日本は無条件で台湾、 大古諸島方面を除く地域での3週間の休戦に応じた。この交渉の間、港に停泊していた、新国の帰船はボイラーを盛んに焚いて、すぐにでも帰国できる姿勢を示していたというから、伊藤と道の区の懸命な努力は、交渉決裂の危機を寸前のところで回避したと言える。会議は継続して、その翌々日の4月1日より、講和条件の交渉に移り、 1895年4月17日、日本側は伊藤博文、陸奥宗光、新国側は李工省、李刑法の署名によって下関条約調印が成立した。犯人の小山豊太郎は1895年3月30日、山口地裁で無期時計の判決を受けた。小山の弁護は弁護士で山口弁護士会の会長だった小川玄一が担当した。 ありがとうございます。